あら、ご存知ありませんこと？単に物を売るだけとお考えになるなら間違いですわね。財閥とは機械の開発や食品の販売、医療、さまざまな分野の企業を指揮する存在ですわ。そうですわね。彼女の手広さをさらにスケールアップしたものとお考えになればよろしいですわ。もちろん神月財閥に不可能はございませんわ。ファータグランデ空域ではまだ神月財閥はさほどの力を持っていませんが、今後は積極的に進出しようと考えておりますの。もちろん他の空域へも。なんだって？残念ながら今はまだですが、遠からずそのための技術を開発してみせますわ。やるな。あら、あなたも小流域を超えるのに興味がおあり、団長さん。完全なる空図、聞いたことがありますわ。大聖小獣が持つという小流域を超える道しるべ、それをあなたたちが。はい。イスタルシア、星の民が住むと言われる場所ですわね。なるほど。その高い志、あなたたちをただの気空師と思うのは間違いですわね。大口は叩きたくないと謙虚ですこと。ですが、力ある者が自らの力を正しく示さないのは責任の放棄でしたよ。団長さん、その完全なる空図の収集手伝って差し上げてもよろしくてよ。え？財閥の者たちに小流域を超える術を編み出せというのなら、まずはこのカリンが小流域を超え、その道筋を示すが道理。そうでしょ？なるほどな。決まりですわね。今後ともよろしくお願いいたしますわ、団長さん。この神月カリンが力を貸せばイスタルシアへ行けるはずがありませんわよ。屋台なども立っていますし、お祭りでしょうか。ん？まあ。そうなんですか？ああ。あら、その表情。確かに腕に覚えがおありのようね、団長さん。ですが、神月流最終術にかなうかしら？私、負ける気などさらさらありませんわよ。あれ？万事において常に勝利者たるべし。
それが神月家の掟。しかも虫取りとはいえ合戦と名がつくのでしたら、その戦私が制してみせますわ。町の様子を見る限り、なかなか規模の大きなお祭りのようです。町の近くはすでに他の参加者がめぼしい虫を取り尽くしてしまったのではないかしら。なるほど。参りますわよ、団長さん。ついていらっしゃい。おしまいだ。あれ、終わり。みんなの協力で勝てたんだ。なるほど、団長さんは美しさで勝負するおつもりですのね。私？私はもちろん強さですわ。おい、追いかけましょう。あ、お待ちになって、ルリアさん。少々様子がおかしくありませんこと。私たちから逃げるつもりであれば、あそこで動きを止めるというのもおかしな話ですわ。なるほど、このイモムシを警戒していたというわけですのね。団長さんに加えた一撃、優雅さにはかけますが、なかなかの気迫、悪くありませんわ。もしかしてこのカリンが捕らえるにふさわしい虫であるか、いざ勝負。捕らえた。あれ、終わり。みんなの協力で勝てたんだ。わね、よろしい。あなたにこのカリンの虫として虫取り合戦に参加するという栄誉を与えますわ。ごっくり。この神月かりんには停滞も資格もありませんのよ。